ナキールタワーはアラブ首長国連邦のドバイに建設される予定だったハイパービルディング。ドバイショックにより同社が経営危機に陥ったことで2009年12月に建設が中止された。名称はドバイの不動産デベロッパーであるナキールにちなんでおり当初はターンに党を表すアルブルジュと呼ばれていた。2003年 ナキールは世界最大の人工島であるパームジュ命らの中心にザピナクルと呼ばれる戦闘の建設を計画した。ところがその場所はトランプオーガナイゼーションによるトランプインターナショナルホテルタワー計画に置き換えられナキールタワーの計画はドバイウォーターフロントに移転した。ドバイウォーターフロントの聖地、干拓事業が進む中、 すぐそばにあるマクトゥーム国際空港の建設計画が持ち上がり、航空機との衝突を避けるため近隣には高層ビルを建設できなくなり、ナキールタワー計画はドバイマリーナのジュメイラレイクタワーズとリブンバトゥータモールの間に再移転した。2008年に基礎工事が開始されたが、2009年1月、ナキールは原油価格の低迷により工事を1年間中断すると発表した。 その後、工事再開は早くても2010年6月になると発表され、同年11月には、泣きールを参加に置く政府系、持ち株会社ドバイワールドの債務返済繰り延べ要請に橋を発するドバイショックにより泣きールは、経営危機に陥り、建設工事が再開されることなく建設中止となった。当初の設計では、少なくとも700メートル以上の高さと160階、 以上の階数を持つ超高層ビルとして計画された。その後1600メートルの高さを持つハイパービルディングを建設する計画に変更され、同じくドバイで建設中だったブルジュハリファの828メートルを大幅に上回るビッグプロジェクトとなった。その後2007年3月に高さ1200メートル、2008年6月20日2 5 0 0メートルへと変更された。 ありがとうございます。